テキサス州のグレッグ・アボット知事は、3月2日、州内でのマスク着用義務も含め、事業者に課していた中共ウイルス対策の規制措置をすべて解除し、州内の事業活動を全面再開する声明を発表しました。グレッグ・アボット知事は、今こそテキサス州民の正常な暮らしを取り戻す時が来たと述べています。それは同州の死者や入院患者数が減少し、様々な指標も良い,い傾向を示しており、 また今週までに高齢者半数を含む700万人のテキサス州民がワクチン接種する見込みであるからだとアボット知事は言います。ウイルスの猛威が収まってきたため、規制措置を緩和する州が増えてきています。テキサス州もその一つです。しかしアメリカ疾病予防管理対策センター所長のロシェル・ワレンスキー博士は、まだとても手綱を緩めるような段階ではないと述べています。 ワレンスキー博士の主張によれば、減少のペースが落ち、1日の新規感染者数が7万人、死者数が2000人のレベルで下げ止まりが出ているといいます。3月1日の記者会見上で、博士は、このレベルではしかも変異株が広がっていることも考え合わせると、これまでのせっかくの苦労がすべて水の泡になりかねないと表明しました。テキサス州のオーナーは、事業再開は嬉しいが、 客の中には安全対策を望む人もいいると述べていますアボット知事は、まだ中距ウイルスの脅威が去っていないことは分かっているが、住民は自分自身を守る手段を心得ていると述べています。レストランのオーナーは、自ら進んで規則を決めて守るつもりだと語っています。 声明の中でアボット知事は、この行政命令はテキサス州のすべての事業者とすべての家族に、自らの運命を決める自由があることを保障するものだと述べています。NTD ジャパンがお伝えしました。